そんなの。これデッドエンドなんですか？憧れの先輩を選んだんですから、ここでカップル成立、エンディングの流れでは？ CQ、もしもしシエル君、応答せよジエル君。冷静になるんだ。第13回から何も成長していにゃんよ。え？だってどう見てもただのパーフェクトコミュニケーションで。なぜ人類は自分のことだけ棚にあげるのか。壊れたクレーンかよ。仕方ないにゃ。今回も私が何とかすっか。窮地にいる人を助けたいという気持ちはよし、しかしだ、災害現場ではまず自分も救助対象に過ぎないということを肝に銘じてほしい。自分の安全を第一にしながら助けられる範囲で手を伸ばす。辛いだろうけどそれが人間の限界なんだ。この際シエルは無視してよい。ここはカレーの大盛りを我慢するくらいの決断で、すぐ近くの頼りない OL を助けてあげてほしい。その OL、 猫基準から見てにゃかにゃかの逸材。助けておいて損はないぜ。そうですね。それほどの苦渋の選択なら仕方ありませんよね。遠野君の気持ちは大切にとっておきますので、ノエルさんを助けてあげてください。でも助けてあげたからといって恩に着せてはいけませんよ。遠野くんは学生、ノエルさんは教師です。万が一にも間違いは起こらないよう適切な距離を保ってくださいね。にゅっ、参考までに聞くけど、もしこれでノエルとフラグが出ちゃったらどうするの？ん？そんなの教えてシエル先生の放映回数が1回分増えるだけの話ですよ。あ、そっか、その場合許してシエル先生になりますよね。遠野くんは初犯なので軽度の罰を、ノエルさんにはちょっと口では言えないものは。教習所かと思ったら監獄だった。頑張れノエル、生きろ。